千夏さん、ごめんなさい、つい。いいのよ、私だって仕事中に自分の世界に入り込むことあるもん。あ、もうこんな時間、行きましょうか。はい。もっとおしゃべりしたいんですけどね。自分で行くのね。はい。まだ慣れていないんで。頑張り屋さんやから早く上達するわよ。それは単なる車椅子じゃない。君が生涯一緒に生きる君そのものなんやぞ。これでいつでも社会復帰できるな。そうね、職場へ戻ったら心機一転頑張るわ。うん。松山さんが不慮の交通事故で入院されてやっと元気になられましたが、皆さんもご存知の通り半身が不自由になられました。退院後リハビリに専念されて1年ぶりに職場に復帰されました。ただ今までと違うのは車椅子での勤務となります。互いに協力し合って頑張ってください。社長の提案で松山さんの車椅子が上がり下がりしやすいようにスロープもつけ、トイレも改造しました。これからも協力し合って頑張っていきましょう。それでは松山さん、一言。はい。今日から皆さんとまた一緒に仕事ができるようになりました。皆さんにご迷惑をおかけすると思いますが、一生懸命頑張ります。お力を貸してください。よろしくお願いします。頑張ってや。はい。
帰りに寄るわ。うん、待ってる。はい。はい、牛のたたきね。しのちゃん飲んでますか。今日おめでたいね。社長、何しましょう。うん、手羽先と中生。はい、手羽先ね。はいはい、生一丁。お母さん似て元気やね。そうでしょ。いらっしゃい。いらっしゃい。あ、そこ予約席なんですよ。すいません。お疲れさん。どうやった勉強会。お母さん、ビール抜いて。なんや、酒井さんのやったんかいな。いつもすいません。あ、ありがとう。どうぞ。はい、どうぞ。総務課の高田ですが。あ、社長はただいま外出しておりますが。そしたら専務課常務おるやん。専務がおります。そしたら専務と代わってくれ。失礼ですがどちら様でしょうか。代わったらわかる。専務、お電話です。はいはい、今ですが。いや、それは社長でないと。あんた専務やろ。これぐらいの決済あんたでできるやろ。いや、それは私ではどうにも。あ、ちょっとお待ちください。おい、酒井君呼んでくれ。どうしました専務。あのな、5枚もする童話の本買えよとんねやん。君悪いけど頼むわ。はい、酒井と申します。はい、その本は前にも電話がありましてお断りしたはずですが。ですから社長は外出で。はい、伝えておきます。が社長も私と同じ考えです。はいはい、わかりました。失礼します。はあ、助かった。お気に。大変です、松山さんが。大丈夫？怪我なかったか。はい、よかった。よかった。どうせで、田中君手貸して。ちょっと待って、足、ゆっくりな。足ね、はい、気を取って。はい、いくよ。せーの、よっ、よいしょ。はい、頑張って。大丈夫か。はい、お願い。街中にはスロープのないとことかいっぱいあるし。車椅子の生活を送るまで全然気がつかなかった。排水溝とか駅の階段、障害者用のトイレが少ないし。まだまだ改善するとこはたくさんあるわね。Thank you.
夫？さあ、元気出して。山川さんが心配するわよ。高田さん、いつもすみません。車椅子はね、後ろ向きなんで乗ってる人の気持ちになって操作しないと、怖がるお年寄りもいるんですよ。今日の議題は2つあります。1つはエセ童話団体が本を買えと言っている問題、もう一つは松山さんが車椅子から転倒した問題です。高田さん、どうぞ。社長はいつもバリアフリーのことをおっしゃってますが、トイレとスロープだけ直しただけでは完全だとは言えないと思います。え、ほなどうなしたらいいのや。一人一人が障害を持っている人の気持ちになることが大切だと思います。みんなその気になってるの違うか。私を含めて上辺だけしか理解していないと思います。上辺だけ。そうです。工場内の整理整頓、車椅子がゆったりと通れるスペース、炊事場も動きやすく働きやすい仕組みを考えないといけないと思います。気がつかんかったな。一人一人の気配りやな。そうですな、気配りですね。それが一番大事ですわな。ぼちぼちやけど改造できるとこからしていくよ。みんなで努力していこう。それから童話の本の問題ですが、私は童話問題はどうも、そっちの方は酒井君がね。この問題は毅然とした態度で断らないといけないと思います。でもね。あんた専務やろ、これぐらいの決済あんたでできるやろ。いや、それは私ではどうにも。社長、お願いがあるんですけど、5万ぐらいで済むんやったらその分こうたったらどないでしょう。そしたらもう電話もかかってけえへん思いますが。専務、それは困ります。先日の童話問題の研修会でも話が出ました。この問題は童話問題を真面目に取り組んでいる人たちがすごく迷惑しているんです。絶対に勝ってはダメです。酒井君の言う通りや。童話問題のことはあまり知らんかったらそこへつけ込んでくる、けしからんやっちゃ飽きませんか。このエセ童話の問題があり、もう一度童話問題の学習をしっかりとやりたいと思ってます。うん、私の勉強不足かもしれないですが、本を売りつけられたぐらいでどうして童話問題を学習する必要があるんですか。それにエセ童話って何ですか。私からですよ。童話問題は怖い問題であるという誤った意識に便乗して、企業や行政機関に不当な圧力をかけて本を売りつけたり寄付を強要したりして利益を上げている行いをエセ童話行為というんや。許せませんね。
井さん。あれだけはっきりと断ったのに。本を送りつけて無理やりに買わす。高い本を買わされた人は童話地区の人みんなが同じようなことをしている。そう思われてしまうんやな。それ童話地区の人とは関係ないのでしょ。そうや、関係あらへん。実はうちの父がそうなんです。小さな会社を経営しているんですが、童話地区の人に偏見を持っているんです。今会社で問題になっている例の高い本を無理やりに買わされたんです。父の偏見はそれがきっかけのようです。実は彼が童話地区の生まれなんです。山川さんが？ええ、父は会ってもくれないです。山川さんのようにええ人がなんで。ねえ酒井さん、なんとかならへんの？一旦偏った考えを持ってしもたら取り除くのは大変なことや。ブラック差別って根強く残ってるのね。以前は父も人が人を差別したらあかん、そう言うてたんですけど。それやったらお父さんに地区懇談会とか童話問題の学習会に参加してもらったらきっと分かってくれると思うよ。それに僕は常に考えてることが、松山さんと山川さんの問題もそうや。結婚はお互いの意思を尊重した上で、誰もが自由にできるはずや。それが保証されない限り本当のブラック差別がなくなったとは言えない。誰もが自由にできるはずや。父も酒井さんのような人だったらな。お父さんもそのうちきっと分かってくれるよ。ちなっちゃんが退院する1ヶ月前から家の中をバリアフリーに改装して、玄関には立派なスロープも作ってくれたし、生活環境も整えてくれたんやねんか。お父さんに感謝しよう。お忙しいとこいつもすいませんね。いや、いいんですよし、はい、ありがとう。お父さん、お父さん、入って知ってる？うん、まあな。童話と名乗る人が本を買えってうるさいの。それに頼んでもいないのにね、本を送ってきたの。専務があんまりうるさいから、まあ5万円ぐらいやから社長に買うてくださいって頼んだの。そんなしつこい人、どんな神経してんねやろ。ほんまに童話地区の人と関係ないんやろか。ねえお父さん、童話地区の人間はそんなことせん。どうしたのお父さん。
さん、どうしたの？お前、お母さんのことどう思う？どうって、いいお母さんやと思うよ。あや、お父さん今までずっと黙ってたからな。お母さん、そのブラックというところで生まれたんや。え？20世紀中には差別がなくなる。もうちょっとの辛抱や。知らんところで暮らそう。そしたら差別を受けることもあれへん。そう思ってな、この土地に来たんよ。そやけど、21世紀の今になっても差別はなくならなんだ。お前が大きなるにつれな、お母さんといつ話そう、いつ話そうと心を痛めてた。あやちゃん、あんたに何も教えなくて、本当に堪忍して、ごめんね。あや、お母さんはな、全然悪ないんで。お母さん悪ない、全然悪ない。悪いのお父さんや。お父さんとお母さんが同じように差別を受けるのをお父さん自身が避けてたのかもしれんね。そんなことないわ。お父さんはお母さんに養してくれた。お父さんとここまで来れてほんまに幸せやった。どうして今まで言ってくれなかった。私、あや、お母さんが一番苦しかったよね。父さん、お母さん、心配せんといて。私差別なんかに負けへん。お父さんお母さんの子に生まれてよかった。ありがとう。はい、ワールドイン社長さん、いてはりますか？あの、外出しております。そしたら今井専務に代わってください。失礼ですが、どちら？代わったらわかる。あのな、この間誰もいてへん時にな、電話かかってきてな、わし直接出てしまったんや。今度は自動販売機を貸してくれ、みたいな。あ、酒井君、ちょっと頼む。はい、総務課の酒井ですが、ご用件は？君に電話はしとらん。社長がいなかったら専務に代わりなさい。例の件でしたら社長からお断りするように言われてまして、送り返しました。もうそちらに届いていると思いますが。ん？酒井君は誰と話しとるんだよ。いやいや、何でもありません。どうぞどうぞ。例の電話か？何回言われても同じ返事です。え、本が赤なんだろ。ジュースの自動販売機を会社の玄関の横に置く？専務が約束したわ。そんなアホな。勝手に置いたりしたらクーリングオフの処置をしますから。はいはい、
では失礼します。すまんかったな。専務、困ります。童話を語り、強引にまた悪質に物を売りつけるというような行為でございます。これは各会社にはいろんな形で悪質な行為があります。その中にありますようにエセ童話行為、こういう時には社員の皆様方は毅然とした態度でまず断っていただく。そしてその次にここにあります相談窓口、人権室、そしてまた警察、法務局の人権擁護の担当の方に素早くこの相談窓口の方に連絡をいただきたいと思います。はい、これは皆様職場だけではなしに家庭においても起こってくる問題です。クーリングオフ、強引な販売によってついつい契約をしてしまう。そして後で困ったなと、そういうふうに感じられるとき、そういうときにはここにありますようにクーリングオフなどの契約関係の相談ということで消費生活センター、こちらの方に相談をいただきたいと思います。あや、お母さんはな、全然悪ないよね。お母さん悪ない、全然悪ない。お父さんはお母さんに言わせてくれた。お父さんとここまで来れて、ほんまに幸せやった。愛は、そっとしとこう。いらっしゃい。いらっしゃい。母の気持ち、もっと早う気づいてあげたかった。お母さんが一番辛かったんやな。それを知らんまんまぼんやり過ごしてきた自分が悔しくて。自分を苛むより、むしろそのエネルギーでお母さんを支えて、お母さんが人生を前向きに歩けるよう手助けしようよ、二人で。今度の日曜日、山行かへんか？大石高原。うん、大石は久しぶりやね。山は去年の春以来か。大石は小さい頃、父と母によう連れて行ってもらった。俺も。このまま甘えててもええのかしら。何心配してんねん。でもこれから先のことを考えたら、トールさんは。俺は千夏のことが好きやねん。いつもありがとう。二人にコンコンと説教されましてね。
いやいや、経営者としても失格やと言われましてね。今後とも千夏のことをお願いいたします。お父さん、やっと声をかけてくれた。心もスカッとするわ。世間と違うところは、風も木も木漏れ日も空気もみんな平等ってことや。人が人を差別する、こんなことはあってはならんことや。お母さんの人生無駄にせんと、差別のない町づくり、また明日から頑張ろう。